精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。江戸川門さん、先生の感情コントロール術の病気を受け入れることと病気を治すことに矛盾を感じてしまいます。どういうふうに受け止めたらいいでしょうか。病気を治すために必要なのは病気を受け入れることです。なぜでしょうか。あなたうつ病です。いや私うつ病じゃありませんから。いやあなたうつ病です、間違いないです、これ診断基準にも当てはまって。いや私うつ病じゃないですから。いや念のために薬出してください。私うつ病じゃないです、飲む必要ありません、ちょっとかなり重症なんで入院してください。私うつ病じゃないです、入院する必要はありませんから、帰ります。これが病気を認められない、受容できない人の対応ですね。この人治りますか。薬出しても絶対飲まないですよ、だって病気じゃないんだもん。うつ病じゃないのになんで俺に薬を飲ませようとしてんだろお前この野郎ってなるじゃないですか、はっきり言って。無理に薬飲ませようとすると、これがその否認っていう状態なんですね。病気を受け入れられない状態の患者さん、否認、ほぼほぼ最初は全員そうです。軽症から重症まである、ここまでひどい人は少ないけども、多くの人はいやそんなはずない、自分はうつのはずがない、なぜならばちゃんと仕事にも行ってたしとかね、いろいろ言うんだけどもね。だから自分はうつ病であるってことを受け入れない限り、うつ病の薬飲むはずないでしょ。だって絶対飲まないですよ、自分うつ病じゃないんだったら、なんでそんな毒みたいなもの飲ませんだって話なので。だから病気を治していくためには病気の受容というものが不可欠です。ただ病気の受容というものはそう一朝一夕に起こるものではなく、だいたい3ヶ月と半年とか場合によっては1年ぐらいかかって初めて起きるんですね。だから最初は薬とかとりあえず飲んでくれてても半信半疑だったり、この病院嫌だなとか、この先生は信用できないってことをよく患者さんは言うんだけど、それはその先生が信用できないんじゃなくて、その病気に対する否認の投影なんですね。それを単にね、自分はうつ病なんかじゃないのに診断したこの医者は間違ってるっていう、そういう否認の感情が投影してるので、この医者は変な医者だとか、この医者はやぶ医者だとか、別な病院に変わんなきゃいけないとか、患者さんいろいろと最初の3ヶ月ぐらいはそういうことをおっしゃるんだけど、全部否認の心理なんですね。それはそれは私の感情コントロール術とかに書いてます。だからそれを時間をかけてとりあえず受容っていうところに持っていくと、受容してからすごい早くなります。ものすごい、もう数ヶ月で治りますね、受容してからね。受容するまで半年ぐらいかかるんだけど、受容してからは3ヶ月ぐらいで治る場合が多いんですけども、最初から受容してれば3ヶ月で治るのにと思うんですけども、そうはうまくいかないで、結果として半年から1年かかるんですけども、とにかく自分が病気であるってことを、まあしょうがないなっていうのが正しいんだけども、自分が病気であるということがどういうことかっていうと、今まで例えば会社とかで無理をしていた自分を認めないといけないわけ。逆に言うと会社で無理をしなければこんな風にならなかったわけですよ。自分の今までの行動や考え方や性格が全部悪いっていうレッテルを貼られたようなもんだから、それを受け入れるっていうのはそうそう普通の人間にはできないですね。そういったことも含めて自分自身を受容していくということが病気を治していく上で不可欠でございます。なのでぜひこのメンタル疾患を患っている人は、病気というものに向き合って自分はそういうものであるということを受け入れていく、そのためには悪い生活習慣や今までの悪い考え方や悪い働き方、ネガティブに偏った考え方に気づいてそれを治していかなきゃいけないわけだから、とにかくそういったもの自分自身とまず向き合うということをしていってほしいなというふうに思います。病気の受容なしで病気を治していくことは不可能です。ということで、この病気の受容と病気を治す話っていうのは、私の感情コントロール術って本でものすごく詳しくっていうか、本一冊丸ごとその話で書いてあるのを今かいつまんでお伝えしましたけども、本当に受容すればすごく早く治ります。受容するまで半年か1年ぐらいかかるので、みんなすごいメンタル疾患っていうのは治るまで時間がかかるんですね。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。